こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズンチャンピオンズリーググループステージグループ D の第一節、インテル対レアルマドリードの総括プレビューを行っていきたいなと思います。このラジオはですね、この試合の大きなネタバレを含みますので、試合結果だったり試合内容だったり、そういったものをまだ聞きたくない、知りたくないという方がいらっしゃれば、一度こちらのラジオを止めていただいて、試合を見ていただいた後にこちらのラジオを聞きに来ていただければなと思います。はい、では早速始めていきますね。まずインテルのホームジュゼッペメアッツァ、サンシーロと呼ばれる場所で試合が行われました。インテルは現在新監督インザーギの下で、3-5-2という形でスタートしました。ハンダノビッチで5、3バックがシュクリニアル、デフライ、バストーニと、で前が5なんですけど、右のウィングバックがダルミアンで、バレッラ、ブロゾビッチ、チャルハノール、左のウィングバックに、ピリシッチと、で2トップにジェコとラウタロ・マルティネスという形です。でレアル・マドリードの方がカルロ・アンチェロッティが今年からまた就任してまして、4-3-3のシステムの中で、ゴールキーパークルトは、右サイドバックカルバハル、センターバックミリトンとアラバ、で左側ナチョですね。チャンピオンズリーグのね、予想スタメンではアラバとナチョが逆やったんですけど、試合開始したら、ここが逆になってアラバがセンターバックになってました。で、アンカーがカゼミロで、2インサイドにモドリッチとバルベルデで、右のウィングにルーカス・バスケスと、左がビニシウス、ワントップベンゼマという形でした。では前半から話していきます。8分20秒インテルのチャンスシーンがありました。シュクリニアルがですね、右のセンターバックです。シュクリニアルの持ち上がりから中央のボックス外の、ボックスちょっと外側かなのラウタルへと渡しまして、ジェコへとワンタッチでつなぎシュートという形がありました。結構な決定機でしたね。クルトワがセーブしまして、なんとか失点を逃れると。で次、16分50秒レアルマドリードのチャンスです。右サイドでインテルの2選手に挟まれながらですね、バスケスがボールを持ち込んで低い位置から、クロスをマイナスのクロスを上げるんですけれども、深い位置かな、低い位置じゃなくてごめんなさい、深い位置ですねからマイナスのクロスを上げまして、少しずれたんですけど、ベンゼマが中央ボックス内で受け取りシュートするんですけれども、これもブロックされると。インテルの意地ですね、この辺はね。で18分、インテルの今度はチャンスシーンなんですけど、中央かっこセンターサークルですねからですね、スペースに走り込んだ左のペリシッチへと展開しまして、でそのペリシッチがね、もう丁寧なもん正確なクロスを送るんですよ。でそれに、相手のセンターバックからこう逃げるように動き出していたラウタロマルティネスが頭で合わせてゴールかと思ったんですけど、これがねゴールキーパークルトワの正面に行くと。もう惜しかったですね、これね、もう入ったと思いましたけど、これはね、仕方ないですね。で、次、レアル・マドリードのチャンスです。26分、カルバハルの左サイドまで行った、これ、ごめんなさい、決定機じゃないです、ごめんなさいね。これはですね、僕がどうしてもちょっと話したかったシーンなんですけど、26分のシーンを皆さん見ていただきたいんですけれども、カルバハルがですね、右サイドバックのカルバハルが、左のサイドバックの方までカバーリングしに行ってたシーンがあったんですよ。僕ね、これを、皆さんに見ていただきたくって、このシーンだけでもこの選手本当にね、運動の質も高いですし、技術も全て高いんですけど、もうこういうね、なんて言ったらいいかな、この逆サイドまでその危機的状況になった時にこう察知してカバーリングいける能力っていうのはやっぱね、なかなかサイドバックにもないんですよ、他のサイドバックの選手にも。この選手はね、やっぱ特別やなってこのシーンで思ってちょっと紹介したくて言ったんですけど、ちょっと得点シーンのこうメモってるとこに一緒に書いちゃったんで、ちょっと得点シーンとして紹介しそうになっちゃったんですけど、ちょっと見てほしいです。俺というか、今俺って言っちゃったけど、カルバハル、僕今現代の右サイドバックで世界最高やと思ってるんで、世界、ここ数年ずっとかな、個人的にそのラームが現役の時はラームやと思ってたんですけど、カルバハルとラームかなって思ってました、当時はね。あとアスピリクエータかな、この辺かな。はい、で、次ですね、35分10秒のシーン、レアルマドリードなんですけれども、コーナーキックからミリトンがニアで当てて、ゴールを狙えるかっていうシーンがあったんですけど、枠外に飛ぶと。で次36分10秒、次インテルのシーンがあるんですけど、右のボックス外でですね、バレッラのクロスからラウタロのちょっと反らすような頭のヘディングがあったんですけど、これも枠外に飛ぶと。
結構ね、頭でヘディングで、シュート行くみたいなシーンで決定機が結構多かったんで、こう連続で紹介しました。で次後半に入ります。インテルがですね53分コーナーキックからジェコのヘディングシュートがありまして、それがクルトワが、まあ、セーブするんですけど、その後シュクリニアルだったりね、インテルの選手が詰めようとするんですけど、それも全部ブロックして、レアルマドリードが失点をさせないというシーンがありました。で次80分30秒かな、これは、ロドリゴの背後を取ったカルバハルへ渡りまして、カルバハルがクロスをして、その流れてビニシウスのコントロールシュートというシーンがあったんですけど、後半からロドリゴが入ったりとか、モドリッチに代わって、カマビンガに代わったりとかね、途中交代の選手がしっかりと活躍してたんですけれども、このカルバハルがですねしっかりとこうインナーラップして、低い深い位置からクロスを上げて、でそれが流れる形で、逆サイドにいたビニシウスがコントロールシュートを打つと。これもね、まあここ最近ビニシウスがシュート上手くなってきてるので、まあ、自信を持って打ったと思うんですけど、まあこれは止められるという形でした。で、スコアレスドローで終わるかなと思ったんですけど、88分50秒のシーンでレアルマドリードが先制点を取ります。左でキープしながらですね、まあ、ボックス外で、まあ、ボールを持ったバルベルデがですね、まあ、カマビンガとのワンツーという形で、ボックス内に侵入していたカマビンガに対して、まあ、バルベルデが浮き球のパスを出しまして、まあ、それをカマビンガが、キープする形ではなくて、上がってきたボールに対してワンタッチでボックスの中央の方に返しまして、それがロドリゴにつながり、まあ、ロドリゴがシュートして、まあ、ゴールにつながると。これが、レアルマドリードが先制したシーンなんですけれども、まあ、時間帯も時間帯で、まあ、もうちょっとインテルきついなと、さすがにこれからね引き分けに持ち込むの難しいかなってやっぱ思ってたんですけど、やっぱその通りになってこのまま試合が終了いたしました。はい、まあその今ざっと、得点シーンとか、チャンスシーンを紹介していったんですけども、まあ基本的にそのチャンスシーンだったりはね、まあ基本的に YouTube だったりとかで、まあ、他の YouTuber さんが上げられてたりとか、ダゾーンさんで見れたり、ダゾーンじゃないね、ワウワウさんで上げられてるものを見れるんで、そちら見ていただいたらいいと思うんですけど、まあその基本的に、ゴールシーンはね YouTube で流れますけど、まあ、チャンスシーンってあんまり流れないので、まあ、こういった形で紹介はしてるんですけど、はい、まあ、これがね、僕が言葉で勝手にこう書いて説明してるだけなんで分かりづらい可能性もあるんですけど、そう本当にそうなってたらごめんなさいね、言ってもらったら頑張って書いていくんで、はい。で、今度はインテルとレアルマドリードの、まあ、各チームの、まあ、そういう、まあ、試合内容だったり、まあ、そういったところをちょっと触れていきたいなと思うんですけど、まずホームのインテルがですね、まあ、基本的に守備ブロックは 5-3-2 で組む形でブロックを組んでました。で、まあ、前線、4枚がですね、まあ、相手の、まあ、守備、まあ、いわゆる4バックですねに対して、まあ、その3バックプラスアンカープラスインサイドという形で、まあ、基本的に詰め寄って、同サイズ圧縮しながら、守備をしようとしてました。なんで結構ね高い位置までプレスも出てましたよ、インテル。本当に良かったと思います。はい、で、あと3バックの左のバストーニがですねタッチライン際にポジションを取る形で、ごめんなさい、さっきのシーンちょっとごめんなさいね、間違えましたわ。さっきの前線4枚の話なんですけど、相手のレアルマドリードの前線の4枚、ベンゼマ、ビニシウス、バスケスで、ここに対して詰め寄ってくる、まあ、バルベルデかな、大概。この4枚に対して、3バックプラスアンカープラスインサイドが降りてきて、台形と、まあ、3-2の形で数的優位作りながら、まあ、インテルがビルドアップしてたって話です。ごめんなさい、ちょっと間違ってなんか変なこと言ってましたね。はい、ごめんなさいね。で、さっきの続き言いますね。で、3バックの左の、まあ、バストーニがですね、まあ、左のタッチライン際にポジションを取ることが多くって、まあ、その分ペリシッチが、左のウィングバックのペリシッチが高めの位置を取ると。まあ、先ほども選手紹介したときに思ったと思うんですけど、右のウィングバックはダルミアンで、左のウィングバックペリシッチなんですよ。で、ペリシッチは確かに上下運動できて、守備もしっかり戻れるんですけど、どちらかというと攻撃的な選手なので、まあ、ダルミアンが低い位置に降りて、まあ、フォーバック形成しつつ、まあ、ペリシッチは高めの位置を取ると。まあ、理にかなった、まあ、左肩上がりの、攻撃ですね。まあ、攻撃とか、まあ、システムというかね、まあ、可変式ですよね。で、まあ、ペリシッチ僕本当に大好きで、バイエルンがチャンピオンズリーグ決勝
決勝とか優勝したシーズンもペリシッチに相当貢献してもらってたので、もう今ですらペリシッチをもう一回補強してほしいと思ってるんですけど、相変わらずパフォーマンス高かったと思います。もっともっとね、途中で交代されちゃったんですけど、もっと見たかったなと思いますね、僕はね。あとはですね、インテルは多く決定機を作れてました。特に前半はレアルマドリードがほぼ前にボールを持っていくことができなくって、基本的にブロックを組みながらレアルマドリードがもうカウンター狙いで来てたので、基本的に押し込む中で、決定機まで持っていって、シュートするというシーンが目立ってました。なんでそこでね、きっちり取れていればよかったかなっていう形なんですけど、なかなか得点を取れずっていう形でしたね。で、後半からですね、レアルマドリードが3バックに変更したため、2トッププラスインサイドで、3バックに詰めるみたいなシーンも目立ってました。ただ後半からね、レアルマドリードがちょっとこうインテンシティとかちょっと強度をちょっと高めてきたので、後半は特にボールを持つシーンがだいぶ減りましたね。で、次レアルマドリードの話でいきます。2センターバック、アラバとミリトンプラスアンカーに対して、特にインテルがですね、2トップのみでのプレスが結構最初多かったんですよ。特に開始始めの方かな。だから最初これでいくんかなと思って、それなら普通にかわされるけどなと思ってたんですけど、あとね、ちょっとしてから、もちろん当然修正してきましたけど、なんで開始からそれでいこうと思ったやろな、インザーギーって思ったんですけどね、正直に。後ろがあんま連動してこなかったっていうのもあるかもしれないですけど、あとは守備陣442のブロック、レアルマドリードは。あと特に前半はインテルに攻撃的に来られてたんですけど、その強度高く、プレスに行けてなかったので、前線からベンゼマは行こうとしてたんですけど、後ろがついてきていないみたいなシーンが本当に目立ってました。あとちょっとインテルに対して、フリーで持たせすぎなので、それだったらやられるよっていう、もうちょっと詰め寄って、相手の判断を急がせるような守備をしないと、相手も一流ですからね、アマチュアだったりね、プロじゃない選手とやってるわけじゃないんですから、ここはね、やっぱもうちょっと持っていかないと厳しいかなと思います。ただ後半はね、しっかりそこを強度持って前から追うような守備、全員が連動してできていたので、良かったかなと思います。ただこれのね、シーンを見た時に、前半できてなかったことが後半からできるようになってたので、多分もともとはできるんですよ、絶対できるんですけど、アンチェロってもしかしたらわざとやってなかったのかなと。後半に余力を残す形で、前半はとりあえず耐え抜いて、カウンター狙いつつ、得点を取れればなみたいな。で、後半に力をかけてやっていくのかなと思って、もしかしたらしてたのかもしれないんですけど、正直ね、もちろんインテルは強いです。ただ、やっぱレアルマドリードっていうチームですから、もうちょっと前から行ってほしかったなとは思います。正直な話ね。バスケスだって運動量ありますし、モドリッチも年齢来てますけど、運動量ある選手ですしね、技術もあってね、でベンゼマも前から追えますし、なんかもうちょっと前半からやってもよかったのかなと思います。なんていうかな、これからいわゆるチャンピオンズリーグの優勝を狙うようなチームって、限られてるじゃないですか。で、それを取れるとも言われるチームとも限られてるじゃないですか。多分片手で数えるほどしかないんですけど、そういったチームとこれからレアルマドリードが当たった場合、そういうその高い位置からのプレスだったりとか、そのリスクを負って相手の判断を急がせるような守備ができるできないで、ここから先勝ち上がっていけるって相当変わってくるんで、ここ数シーズンね、ドイツの指揮官がチャンピオンズリーグ3シーズン連続取ってますけど、クロップ、ハンジフリック、トーマス・トゥヘルと、この3人の監督が全てそれやってるので、今現時点のヨーロッパの最前線の、いわゆる戦術だったりとか、やるべきことっていうことを、やっぱどのチーム、それこそチャンピオンズリーグの決勝を優勝を狙うようなチームはやっぱできないとダメかなと思いますね。ということで、レアルマドリードと、ごめんなさい、インテルとレアルマドリードの、この総括プレビューは以上で終わらせていただけたらなと思うんですけど、皆さんどういったことを思われたかとか、いろいろあると思うので、ぜひコメント欄でお越しいただければ嬉しいです。ぜひ最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。